朝ごはん食べる派ですか？うん、結構食べますか？うん、しっかり食べちゃうかも。ほんと毎朝？うん、めっちゃ偉い。え、食べない？いや、なんかパパッ、もう今日いいやとか。嘘、お腹空かない？空きますとか、11時ぐらいに食べちゃったりする。あ、そうなの。よくないですよね。男の人はさ、このさ、自由とかさ、うん、あの包丁でこう切る音で目覚めたいみたいな人多くないですか？多い。ね、私もそっち派。あ、ほんと？逆に？うん、ちょっと行ってほしい。結構みんなそうです。コーヒーいただきます。はい、コーヒー。あ、どうです？あ、それは私のですかね。センターってコーヒー派ですか？うん、朝ね、カフェラテなんです。これなんか入れますか？砂糖しかないんです。おはようございます。なんとこの宿泊プランには朝食までついております。ゴルフ場のね、ほうのレストランで朝食が食べれる、はい、来ました。なんかね、こんな格好でもいいらしい。そう、結構ね、お子様連れのね、お客様とかいるんで。海苔と納豆が食べ放題です。イエーイ。あとドリンクバーも。ドリンクバーもついてます。ドリンクブーもついてます。あ、ご飯と味噌汁、はい、食べ放題です。おいしそう。本日2回目の朝食です。私そうだよね。そうだね。かなりがついてた。それではいただきます。鮭とか久々に食べるかも。あ、本当ですか？うん。そうですね、普段はいただかないですね。めっちゃご丁寧ですか。やっぱりあの朝も昼も夜も食べてしまうとですね、ブク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 太ってしょうがない。夜さ、会食とか多いですよね。うん、美味しゅうございます。うん、すごくないですか、このお皿に和と洋が。確かにオールゾロです。朝ごはん食べてちょっと遊んでいきます。マジでね、はい、最高です。ゆっこちゃんはね、お仕事で、はい、ここから埼玉まで車で向かって3時間ってきましたよ。すごい、すごい、今日天気はいいけど、うん、すごくないですか？普通に寒そう。もう粉なってる。なんか脇にカイロ貼らないと。え、このコース風吹いたら本当に100以上が垂れてしまう。すごい。大丈夫、純ちゃん、すごいだから。あ、そう、見た目がね。見た目がね。多分、得意な方だよね。嫌だなっていうのはあんまなかったもん。うん、うん。なんだっけ、純ちゃん、左がないのがダメなの、うん、なんかね、いや、右がなくて、左に狙っていくとこ、右がなくて、左に狙っていくところになるとなんか、うん、チーピンする、うん、だから、多分そういうところではギリギリな時があったの、昨日とか。さやかちゃんがさ、毎回ナイスショットするとか、うん、なんか、低い、ピューンみたいな、うんうん、分かる？あったああいう感じになっちゃう。頑張ってんだけど、なんか怖くて打てないのか、もう手がこうやって動いちゃって、それ我慢してこうやらなきゃいけなくなる。いや、本当に私と純ちゃん真逆だ。うん、私右が、うん、左がなくて、なくて、うん、右が、はい、あると、うんうん、マイペラとかするでしょ。あ、うん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 、ほんと逆だよね。うん、適宜は私も何も考えてないんで、何もない、一瞬フランにしてます。とりあえずでも良かったよね。良かった、良かった、すごい良かった。
市内地もかっこよかった、うん、いいの、うん、ほんと上手くなったと思う。ありがとうございます、うん、メンバーに恵まれてお決まりのお決まりのケリーで食べようよ。はい、いただきます。そうだね、いただきますね。はい、うん、あのフットゴルフ成功ですか。チャンピオンです。72です。え、72回持つの結構ハードだね。一番長いので196ヤード。96ヤードってまあまああるよね。長い、結構飛ばさないけどな一発目のパー5。すごい、ちょっとやってみないと。ね、一回やってみたいですね、うん、ね、ここにビリヤードもあって。ユキリンうまそう。そう、確かに。で、一回やりに来て、その時はまた止まればよ。これって左結構大変だよ卓球はある。はい、お部屋でバーベキューできないパターンのお部屋もあるみたいなんですけど、最大はこのバーベキューガーデン、こちらでご飯ができるみたいです。はい、中はバーベキューハウス、こんな感じ、こんな感じになってます。今からドッグランで遊びます。ワー君待ってください。ゴルフコースの中にドッグランがあります。飼ってんのかな、これドワークにいるんですか。すごい、動物園みたい。子供ちゃんめっちゃ怖がってる。かわいい、腰ヘッピリ腰になってる。ドッグラン、ワークこっちだ。おー、すごーい。みんな、みんな、みんな、よーい、ドン。ワーク行きなよ。めっちゃ。ぼーちゃん、ワーク、おいで。レジャーシート欲しい。ぶーちゃん、おいで。早い。いい日曜日だ。ブルちゃんにビビりまくってる。なんか怒られたんかな、ブルちゃんに。ブルちゃん、みんなに優しくしようよ。たぶんね、私まで怒られるところだった。そこの芝やばいね。いやいや、違いますって、先輩。嬉しそう。かわいい。ブルちゃん、仲悪いんですかね、彼らは。本人同級生なんですけど。え、モア君とブルちゃん2歳になりました？まだ、あ、2月だよね。私、ポモ2月1日です、うん、2月11とかやった。え、あ、まさかの年下、若干。あれ、ポモが先輩なんだ。そう、でも2月生まれだったと思うよ。本当ですか。うん、ポーちゃん2月1日で2歳になるもんね。早いね。よし、ワーク行け。お、ワーク頑張れ。大丈夫だよ。おいで、ワーク持ってきて。大丈夫だよ。怖くて、ね、怖くて。ワーク持ってきて。ブルちゃんが怖くて。ボール、ボール頑張れ、ワーク。まだ多分、うん。あ、すごい離れてる。
向こうで遊ぼうとしてる。ワーク持ってきて。すごい。負けちゃったオア君。かわいい帽子かぶってる。ねえ。かわいい帽子かぶってんのブーちゃん。邪魔だよボム。かわいい。どうしたの？ボムね。ボールやんない？いや、やりますやります。ボム、ボム行くよ。はい。ね、ボムね、多分ね、遠慮してますね。あ、痛い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 。怖い怖い。怖いんですよ、やっぱブル様が。かわいい、はい、行くよ、ボム。綺麗って言ってましたよ。うん、ありますね。ちょっと待って、あっち側にもあったし。いい感じ。おお、広そう。中入ってみたいですね。上にもあります。以上、グランピング紹介でした。はい。ということで。泊まりでゴルフとかね、本当におすすめなゴルフ場であります。右です。右ですね。ね、うん、ぜひ皆さんに来てほしいですね。うん、ワンちゃんも一緒に泊まれるっていうのがいいですね。確かに。本当に。ゴルフ中はちゃんとワンちゃんも預かっててくれるし、うん、安心安全ですね。うん、楽しかったです。また春先とか来たいですね。はい、そうだね、春先。なんかフットゴルフ。うん、あ、フットゴルフやってみたい。うん、ハーフはそれやってとか、そうですね、なんかいろいろちょっと企画とかしながらやれたらいいなと思います。わかりました。皆さんご視聴いただきありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしく、ね、お待ちしてます。それ持ってなかったですね。はい、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。どうかよ。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。高評価お待ちしてます。バイバーイ。